劇団鹿殺しの丸尾丸一郎です。東京の眠らない町にですね、怪獣ビルというのがあってですね、その周りに広場があって、そこにたむろするネオンキッズと呼ばれる家出した少女少年たちの、物語ですね。でそこにはさまざまな大人が絡んできたりとか、まあ、犯罪の匂いがしたりとか、恋愛の匂いがしたりとか、いろんなこう、愛に飢えた彼らの葛藤と、その中でも精一杯生きていこうとする、物語ですね。で見どころとしては、今回僕が初めてちゃんとミュージカルとか音楽劇で、作るのは初めてですね、きっと。だから、自分の中でもすごくワクワクしていて、なんか日本初の、今現在の日本初のなんか和製ミュージカルというか、それを自分なりに、作ってみたいなと思います。辻本さんの振り付けもね、入ってくれてますので、なんかすごく自分の代表作になるんじゃないかなっていう気がしてますので、ぜひ楽しみにしてください。はい。岡部凛ちゃんは、まあ、真面目に学園という、AKB の舞台で、3作品、僕が脚本演出でさせていただきまして、なんか最初から見てるんですけど、もうなんかこの3作で凛ちゃんはなんかすごく女優としてしっかり、独り立ちし始めて、最近だと僕の方に本当にこう歩み寄って、すぐこう、もっと私は何かどこを直せばもっと成長できますか、私がもっと、いい女優になるためには、どこが課題ですかっていうのをこうすごくいつも聞いては、すごい一人でずっと演技のシミュレーション、まあなんか当て振りでやってみせるんじゃなくて、ずっと頭の中で演技のシミュレーションをして役を深めていくっていうか、だから凛ちゃんにとってはなんか脚本家演出家としてやっぱ嬉しいのは、自分がやろうとした物語であったりとか舞台の見せ方以上のものを役者が見せてくれるときに、やっぱすごく喜びを感じるんですけど、僕に絶えず喜びをくれる女優さんになったので、もう今回はまず凛ちゃんの名前が僕は浮かびました。小田えりなちゃんについてはですね、そうですね、彼女はもう、1作品、2作品、3作品、3作、真面目に学園3作品でご一緒させていただいてるんですけれども、なんか成長率、伸び幅が半端ないというか、最初は本当になんか拙い演技で、役もあんまり大きな役でもなかったし、からもう今やね、なんか真面目学園ではなくてはならない存在、そしてさ、笑いも取れるし、かっこいいところもあるし、歌とダンスもハイスキルだし、なんかすごくバランスの整った女優になってきていて、本当になんかこのまま伸びていったらどういう、女優、表現者になっていくんだろうっていうのがすごく楽しみですね。下尾美宇ちゃんは真面目学園の3でラウドネスですね、で初めて一緒だったんですけど、見た瞬間になんか僕気持ちいいと思ったんでね、彼女の性格と思いっきりのいい演技と歌とダンスと、とにかくやってみてって言ったことに対して躊躇なくやるっていうのが、やっぱすごく一歩が大きいっていうか、ああいう子はやっぱすごく今後もっともっと成長していくと思います。なんかどうしてもやろうと思ってちょこ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 足を出す子よりも、とにかく自分が分からなくてもなんかやってみようとか、だから声も出るし、歌もダンスもすごくね、パワフルで、パッションがあるし、すごく、でもなんかね、容姿はすごく美しいし可愛いのに、なんかそこと内面のこのなんかハートの強さのギャップが僕はすごくたまらなく好きで、だから美羽ちゃんのもっとことをもっともっと見たいなと思って今回お話させていただきました。松浦司君は、そう、オフィス鹿としてはね、3作と劇団鹿殺しも出てくれてるし、もうすごくおなじみのキャラクターで、僕なんかすごくカンパニーをね、温かく明るく、してくれるキャラクターだし、そしてなんか危うさっていうかね、すごく今回ね、道端の物語なんで、すごく道端にそう生きてそうな感じっていうか、苦労してきてる感じもすごく、体に出てきてるし、でダンスも歌も、できるということで、松浦くんいいや、まっちゃいいなと思って、もうこれもなんかすごく待望のオフィス鹿のミュージカルに欠かせないキャストが揃ったと思っております。はい、
今台本、そしてその後音楽を作っていくんですけども、なんかこのコロナ禍で、とか最近こうすごく、ね、自分が脚本演出する本数も多くて、なんかこう流れ作業じゃないけど、なんかになってきたものもなんかパッと一回立ち止まって、自分がこの先表現するのが何なのかっていうことを考えれた、時間になったので、なんかこのネオンキッズはもう一度自分の原点に帰って、自分の作りたいものそしてをキャストと相談しながら、スタッフと相談しながら、一からコツ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 しっかり自分の納得いくものを作り上げていきたいなと思います。ぜひ見て損はさせないので、劇場に遊びに来てください。お願いします。